お腹の中に入る生地です。これはこの幅、表地のこの幅よりも細くなってまして、これをつけることによってお腹の部分に膨らみができます。このパーツ、お腹の裏を縫い合わせていきます。マニュアルと同じように、この裏同士を縫い合わせてから一気に縫っていただいても作ることができますし、この部分縫わずに開けておいて仕立てることもできます。角を止めまして、でこの部分どうなるのって思うかもしれないんですけど、こう上に重ねて縫っていただいても作ることできますし、縫い代の部分をこう省いてこういう状態で上から縫っていただいても作ることができます。今回は上に重ねた状態で仮縫いをしていきます。このように重ねるだけで仕立てることができます。最後に完成したら、この隙間から綿を詰めます。
ここも綿を詰めることができます。はい、ダーツを縫います。このひし形のところはここの角で半分に折りまして、こうします。この状態でダーツを縫っていきます。できるだけダーツの端はこの輪の部分スレスレを縫うようにします。輪の部分スレスレを縫っています。これとこれを半分に折って重ねまして、この先をつまみます。この状態で縫っていきます。ここもできるだけ輪に近づけて返し縫いをします。はい、でお尻にあるダーツはまず縫い代の端でカットしまして、で端をですね、折って重ねます。で、縫い代を7ミリなので、この端から7ミリのところを縫っていきます。まあ、ちょっとしたコツなんですけど、止まりをですね、少しカーブにすると立体になった時に綺麗です。少し気持ちこうカーブに縫っていきます。この角があるところは縫った後に必ず切り込みを入れます。
出来上がりで縫い止める。で、もし縫い止めない場合は、出来上がりのところで返し縫いをして、縫い代の部分は後で外せるように縫います。出来上がり線の位置から縫っていきます。端から7ミリ入った箇所から縫います。で、出来上がりのところで返し縫いをして縫い切ります。足の裏なんですけれども、半分の位置のところに印をつけまして、縫い目と合わせます。で、このまま縫いたいところなんですけれども、縫い代の端がですね、突っ張って同じ距離にならないんですね。そこで縫い代の端を少しカットします。そうすると生地の端が開いて、この足裏パーツと生地の端を揃えながら縫うことができます。こうやってね、ちょっと手で触るとなじませられると思うんで、こことここを基準に少しずつ合わせていきます。で、合わせるっていう感覚なんですけれども、生地が突っ張らなくてタックにもなっていない状態が馴染んでいる状態になります。でね、触るとどっちの生地にも無理がないっていうのがわかるので、端から触っていきます。で、まあ、注意点はピンは上から刺して持った時に刺さらないようにします。
で最後は実線の位置まで縫っていくので、ここですね、77が交わるところまで縫っていきます。で、縫うのはここ。ここまで縫います。うん。ここがね、あと一目縫えたんで、まあ、この後縫っていただいてもいいし、一目だったら縫わなくてもこのままでも大丈夫です。で、ここ7ミリ縫わないで開けてあるんですけれども、これを省いて、この縫い目ギリギリまで縫っていきます。この根元がどこかを目打ちの先で押さえます。今縫った縫い目はこれで、最初に縫っといた縫い目がこれです。ここでね、付き合わせになります。お腹と足を縫い合わせていきます。生地の端を揃えて、この縫い代を向こう側に倒します。で、先ほどの縫い止まり
から縫い始めます。この縫い代もこちら側左側に倒しまして、この縫い止まりに向かって、ここですね、縫い止まりに向かって縫っていきます。これで半分縫われました。はい、最後に背中一箇所縫い残して、それ以外のところを縫っていきます。でまずお尻の方なんですけど、この縫い代を省いて、それで縫っていきます。この縫い止まりから縫います。
口を開けておきまして、その先を塗っていきます。はい、次は花を縫います。ハイジューシのところに少し切り込み入れまして、で、この部分がダーツになります。中表に半分に折りまして、端から7ミリのところを縫います。縫い代に少し切り込みを入れます。まあ、ここはね、本当はまっすぐだからいらないんですけれども、それ以外は切り込みを入れていきます。縫い代に切り込みを入れました。そしたら、縫い目と縫い目を合わせます。花のこのダーツは上側の縫い目と合います。で、下に合い印つけたんですけれども、その合い印は下の縫い目と合います。はい、綿を詰めます。まずですね、このお腹の部分に綿を詰めます。で、これ何が起きるかというと、お腹が前方に膨らみます。膨らみが必要ない時はこのパーツ入れなくていいと思います。で、これを入れることによってお腹側が細くなります。
まあ、生地が横から縦に生地が持っていかれるので見た目はお腹側が細くなります。付け根の部分、ここに綿をしっかり詰めるとトルソーが立ちます。綿が入ったらここを手縫いして完成です。